はい、どうも、ケーキのです。今日ですね、ウイニングポスト9、2021続きやっていきましょう。2011年6月の2週から難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。6月の2週、とりあえず有効深める使おうか。まあ、100になってないとこですね。上げていきたい。で、レースは、スーパーベガね。スーパーベガーそろそろ引退っすかね。まあぼちぼち引退してもいいね。あとはこの辺もっすね。で大物警察、まあこの辺も出るか。はい、っていう感じになってます。まあ6月結構レースありますね。マックス晩成行くか、一応行くか。スーパーベガ、まあ一番人気どうだ。厳しかったね。で警察投資厳しいけどメンバー的にはいけそう。 OK 勝ちました。でスーパーベガ大物だとマックス晩成機種変えたいけど、いないか。じゃあ、このまま行きましょう。大物ダートがまだスピードわかんないですよね。一回マイルドダーに負けたんですよ。マイルドダーがね、スピード B かな。いや、でもね、結構いい走りはしてるんですよね、大物ダート。マイルドダーに負けてるんですが、スピードはマイルドダーでありそう。A か A プラくらいはあると思うんですけどね。まあ、はい、OK。いいか、ネクストで。とりあえずスピードを知りたいですよね。ここ決めてくれんかな。どっちでもいいけど。マックス晩成は、まあ、機種もね、ちょっと変わってますし。ダイジェストで。大物だといけるか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。まあでもここ負けたらさ、スピードそんなないと思うんだ。あとは足色は十分前に迫れるか。レーザーバレットまだ後ろちょっと厳しいか。あと 200m ローマンデジェンド追い上げてきた。ローマンデジェンド抜けた。ローマンデジェンド先頭だ。ローマンデジェンド、どうなんでしょうね。3着にマックス晩成見事に勝ちました。ローマンデジェンド何かが足りない。はいはいはい、なるほど。スピードはあるけどっていうパターンか。マルガイだ。そしてベガ晩成、あとはマックスどちらでも。マックスどちらでも、まあいつものメンバーですね。大物賢さ F。 賢くないけどスピードはあるパターンかな。ローマンレジェンドに負けた。ローマンレジェンドはね、G3 は取ってますね。まあぼちぼちなんですけどね。まあそこに負けたと。まあとりあえず、絆使っていく。いやそこまでしなくていいっすよね。ケーキングどこ行こうかな。いや足毛なんでしっかり使っていきたいんですよね。
1400から1800。ほんと癖がすごいよねこれ。まあとりあえずこういきますか。これで、ここ2つ絆余ってる。まあ使う必要ないですかね。マックス晩成、じゃあちょっと1周休み出すか。1800から1900、使いづら。マジ？丸がいた。オッケー、勝ちました。マックスどちらでも一番人気で、エイジンフラッシュ、アパパネ、アーネストリで、ダノンシャンティで、ナムラクレセント、その上にダークシャドウいたりとか、まあいろいろいますね。ローズキングダムいて、ペルサいて、ドリームジャーニーいて、まあ、ダイジェストで。はい、まあ、史実が揃ってる。来い。まだ衰えてないよってとこを見せてほしい。ああ、届くか？大丈夫ね？オッケー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 。まあ、ここはね、負けられないですよね。まさに世紀の大一番。この戦いを制したのはマックスどちらでも。はい、勝ちました。まあ順調です。ライバルを蹴散らして、まあこの後は秋コバ3冠狙いたいですね。2着、ライスクラシック、これね、どっか3冠狙いたいんですよ。どっかっていうか、牝馬3冠かな。警察ワンダー。OK。天皇賞秋か。マジ？いけるかな？セントニコラスアビー、ジオフォンティ。誰が来ても勝つしかねえ、こいつで。よし。OK。ブエナビスタ、そして警察ダート。警察ダート、今のところこんな感じ。いや、俺も期待してる。初めて使うので、まあ楽しみっすね。史実、まあ実際より活躍させる。まあなかなか難しいっすけどね。まあ使うって決めたらね、もうしっかり使っていきたいなと思います。あとはベガ、賢さいいか。なるほど。でここがね、デビュー決まって、警察ワンダー、騎士をね、ちょっとどうしますかね。まあでも使ってないので、ここはちょっと任せる。警察ワンダー任せるか。で、ライスクラシックは、天才乗せようかな。はい、これでいきましょう。はい、じゃあネクスト。まあここはいいっすね。はい、4着。
警察だと一応ね、一番人気いけるかな。2着か。ああ、オモンダート残念。まあちょっとどっかで稼ぎに行きましょう。騎手ね、そうっすね。丸がいた。スピード E プラスか。まあスピードもうちょっと上がればね、悪くないですけどね。ただまあ早熟なんでもう引退っすね。大物ダート。どっか行こう。稼ぎに行こう。1400から1800。じゃあ1800行こう。一発。はい、これ行きましょう。これでしっかり稼いで。で、どっかでかいとこ狙いに行こう。大物一族。ネクスト。マイルドダー、2番人気。まあでもここはいいかな。ネクストで。よし、勝ちました。丸がいた。まあまあまあ。マイルドだ、そして大物だと決まりました。まあこの辺はね、ちょっともうサクサク進めていきたいですね。まあでかいレースはしっかり確認したいんですが、まああとこいつだってやつね。こいつは楽しみってやつ。まあ特にこの柵越えとかさ、まあキング三冠、まあこの辺とかはね楽しみですね。マックスどちらでも楽しみ。はい、それじゃあネクスト。マイルドだ、フリオッソか。3着。大物だと1番人気。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大物だよと先頭、リードは3馬身以上。いや、スピードは持ってると信じてるこいつは。賢くはないけどね。そのよくあるパターンのやつよ。スピードはないけど、スピードはないけど全部がいいっていうパターンとさ、賢くないけどスピードあるってパターンとあるじゃないですか、いろいろ。それのこいつは賢くないけどスピードあるパターン。スピード教えてくれ。 OK、 トップクラス。やっぱりよし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 、あるぞこれ。成長してましたかね。成長ちょこっとしてましたかね。スピード確認しよう。オモダート。あ、マジ？スピードエスプラ？エスプラもあったか。やっぱこのパターンでしたね。賢くないけどスピードはある。まあでも俺ね、こっちの好きっすね。スピードだけなくて、スピードだけ E とかでさ、なんかそれ以外のは全部 S みたいなやつ、まあ、結構いるじゃないですか。まあ、あれよりやっぱこっちの方が楽しいっすよね。安定はしないけど勝つみたいな。勝つときはもう気持ちいい走りを見せてくれる。そうか、スピード S プラか。めちゃくちゃ良かったっすね。じゃあどうする？ちょっとここでも取れるか分かんないっすよね。普通この能力だったらね余裕なんですが、賢くないっていうのがねやっぱり。もう一個ちょっと軽いところ取って、でその後でかいところ狙いに行こう。それで行きましょう。ちょっとでもここがっつり休みたいな。3週、いや2週でいいか。2週休んで、こっ
じゃあまあ1800のがいいな、こいつは。でもちろん狙うんですが、まあこうするとまあこれでいいか、いけるかな、これで。はい、これいきましょう。で7月4周傷が余ってるんですが、まあいいかな。ダイスクラシック、この辺がまだね待ちっすからね。はい、じゃあ OK、 ネクスト。サウンド最速、まあちょっと苦しいかな。でも特性とかねついてないですし、まあ能力的にもちょっときついですね。大物警察、お、いいじゃん、いいじゃん、なかなか来た。キング三冠、そういったら決まりました。キング三冠はね、あのなんか狙いたいですよ、これ狙うためにこの名前にしてるので、なんか三冠狙う、もう必ず取るくらいの勢いで。ブエナビスタとワークをつきます。お、ディクタステオがデビューで、マックスバンセル、オッケー。アセールもいきます。キング三冠ちょっとねこれ早めたいですね。9月の終わりくらいかな。いや、9月3週行こう。ちょっとグッと早めて。で、騎手は、騎手はね、騎手か。武豊かで、行きましょう。はい、これで。はい、じゃあ、OK ですかね。OK じゃない、セール。まあ、印微妙なやつは売っちゃいます。あ、これ残します。残す。残す、もちろん。あ、結構残る？結構残るか。あ、これも楽しみですね。マックスベガと大物マイル。あ、これいいね。あ、これもいいね。これも、まあ一応残します。はい、まあこんな感じかな。アハープスターはね、あのあっちクラブにあげるかもしれないです。ちょっと売却少なかったですね。まあとりあえずこれで。はい、あー、いいね、今年のメンバーいいじゃないですか。あ、ドーフダもいい。アルバートいますよ。ステイヤー大好きな方は買ってください、ぜひ。ギュスターブ・クライと同じだったかな、スタミナ。マックスが100かなんかで、確か設定これ100かなんかだったと思います、アルバートは。アルバートとか、ギュスターブ・クライとかは。もう長距離大好きだよって方は、ぜひアルバート買ってください。たまにあの使いますね、アルバート。俺すげえそのおすすめみたいないうわけじゃないんですが、まあこの辺もいいしね。今回の銀札はなかなかいいですね。どれもいいっすね。ミッキーアイルは、前実況で使いました。より、まあ、スタイルを所有してっていう感じかな。それ使いました。はい、一応こんな感じ。はい、じゃあ戻ります。じゃあネクスト。まあ一応確認しますかね。フランケルおるじゃん。まあフランケル距離無理ですから、
セントニコラスアビがやっぱ怖いですね、この中だったら。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ワークホース先頭、内からワークホースいいよ。ワークホース先頭、内からケープブランコね、なかなかいいよね。ワークホース伸びてきた。ケープブランコ必死に追う。よし先頭、2番手はセントニコラスアビー。ワークホース、ワークホース1着、2着にはどうやら勝ちました。セントニコラスアビーを抑えました。世界の強豪相手にで、そういうシンクか。あ、オッケーオッケー、有名なとこを抑えましたよ。これは気持ちいいね。ブエナビスタはまあちょっと辛いですね。これで金まで来たか。テオ一番人気、印は OK。 4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディクタステオ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ディクタステオ先頭、2馬身から3馬身のリード、どうですかね。後続を完全に引き離した。もっと突き放せ。先頭です、このまま押し切るか。2番手はチェロキーカフェ、ディクタステオ今ローリン、フランチ外の強さです。2着はチェロキーカフェ、3着にエルテールズ、これは桁外れの強さだ。ディクタステオ、さあディクタス系ですね。あ、オッケー、よしよしよし、一発目からさ嬉しいこと言ってくれるやん。いつか必ず G1 を買ってくれると思います。トップクラス来たか。番宣はまあネクスト、よしよしよし、番宣ナイス。ディクタステオ、そんなスピだったかあれ。警察ダート、そしてベガ番宣、最高のスピード、最強のスピードを持つ、はい、大物ダート、マックス番宣はスピードは分かってない、ただ賢くパワーあり、まあ、精神もねもうちょっと欲しいんですけどね、うん、あとはスピードをどんだけかいね。結構休むね。あ、そこか、1800から1900か。まあ、1700とか1600とかね。まあ、全然走れるんですけどね。あ、これはいいライバルですね。はい。これは最高のライバルです。あとは凱旋門取れるかですね、今年の。ディクタス、ディクタステオ、これは最高っすね。絆も使ってないですし、もうほんとこれほんともうちょいなんですよ、あと1なんですよ、これスピードエスプラまで、だもうほぼエスプラこいつは。これそんな強かったか、これ。よし、これはいいね。ちょっとさ、あの欧州行こう、ちょっと使いましょう、とりあえず。いや、ちょっとこれやめよう。1600、そうっすね、中距離ですよね。はい、まあこんな感じでいこうかなと思います。まあヨーロッパメインで、警察ダートが調子落ちてる、落ちてるか。あー、これ休ませた方がいいっすね、ここ出る必要ないな。1100から2200、1100から2200か。
9月の日周やろ。そしてもう1戦くらい軽く使おう。軽いとこ。で2200か。まあこういきますか。3周休んで、で今ね、2周出します。はい、はい、じゃあ OK かな。 NEXT ベガ万世、まあ大丈夫かな。 OK、 勝ちました。さあそして大物ダート。さあここきっちり決めてくれるか。来い、4コーナーをカーブして、さあ大物ダート来い。クワイトシャーボ先頭、内から大物ダート先頭。うわ怪しいか、どうだこれ。ここで先頭変わってクワイトシャーボ大物ダート粘れないと。おいおいおい、マジ2着にはどうやら大物ダート、3着にクワイトシャーボ、見事に勝ちましたローマンレジェンド。まあ1400から1800で、まあ1800ギリで使ってるというのもねあるかもしれない。まあ、とりあえず機種のね、あの絆レベルが上がってほしいですね。大物警察、大物警察のレースはいいかな。3度最速のレース、これもねまあ見てもまあしゃあないよね。とりあえず週刊賞行くか、暇ですし。でエリザベスもお邪魔して、もう一丁マイルチャンピオンもお邪魔するか。これね、こんな感じでいきましょう。あ、ダート行く、ダートこいつ任せる。ダートがマイルド、どちらでもマイルド、どちらでもマイルド。まあこれもそうやね、そうかそうか、俺こんな感じにしたか。じゃあこれに任せますか。強いね、めちゃくちゃ強いな。じゃあ最速は、はい、こういこうかなと思います。でまあこの後、まあ、休んで有馬とかはね、あの行かないっす。いや取る必要ねえな。こうかな。はい、これで。ネクスト。大物警察。まあここはサクッとはいかなかったですね。今週もレースは多い。マルガイタ。ダーはまあこのままでいいか。ディプタス、ちょっとこれ変えたいけどね。まあ OK。まあそこまでしっかりやらなくてもいいですけどね、この辺は。ディプタスグラスとかは。そうやね。どうしようかな。まあこういきましょうか。はい、じゃあネクスト。サウンド最速4番人気、まあ頑張った。でマイルドエルコン、ここはねレベル高いですからね。まあ有名どころ来てますね。最終コーナーをカーブして、まあやっぱ厳しいか。残り200
はい、まあここはねちょっと苦しかったですね。どうやらフォートビジョン三着にジオポンティ、勝ったのはホワイスオーバー、見事な勝利です。さすがレベル高いです。おとれも怪しいですけどね。マルカイだ。まあこれどっちでも OK。 全然でしたね。ディクタステオ、まあ海外初で、大物ダートはまあちょっと稼ぎに行くっていう感じで、はい、行きましょう。今回は、まあ、とりあえず8月5週、まあ、ここまで終わらせますか。リクタステオ。まあ、一応見ます。初戦は厳しいです。まあ、ちょっとコメント聞きたいなっていう、それだけです。はい、ちょっと聞きましょう。あー、オッケーオッケーオッケー、問題ない。さあ、大物だと頼むぞ。さすがスピードエスプラっていうね、走り、いけるいける、これいけますよ。さすがにここは大丈夫やろ。後続は大きく離れた。後方から一気に天馬ゴッドマザー、大物ダイヤ。やっぱね、これが気持ちいいんですよね、エスプラのこの走りが。2着は天馬ゴッドマザー、3着にデーブ・バンダム、これは物が違う、大物ダイヤと。よし、あー、オッケーオッケー、はい、綺麗な逃げ決まりましたね。はい、で9月入りました。大物大物いきます。これね、ちょっと機種変えたいね。大物大物は芝やね。じゃあまあこう綿ジョッキーでいこうかな。はい、使っていきたいと思います。早めか、まあ行きましょう。はい、ビホルダー。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。